はい、ラムーっていうスーパーで、うなぎを買ってきました。あと、ラムーでは、この昔ながらのコロッケ、これが大好きで、つい買ってしまいます。さらに今回は、新生姜と、しっとり海苔天っていうのがあったので、買ってみました。では、スーパーのうなぎって、どうやって食べてはります？で、おいバカお前何やってんだっていうツッコミはわかるんですけれども、これは最初にかかっているタレをあえて洗い流しています。これはそのタレがうまいんだっていうのもわかってるんですけれども、もうよくわかってるんですけれども、あえて洗い流します。これは、照りのためについてて結構味がきついんですよね。で、以前この作業を熱湯でやってたんですけれども、熱湯だと、身が柔らかくなりすぎちゃうんで、今はこの水で一遍洗い流しています。あえて、タレを落とし、最初についているタレを落としています。はい、水分を、キッチンペーパーで、軽く取りまして、べちゃべちゃだ、タリンは。まあ、気持ち、この水分取りまして、で、これを、まあ、いい感じに切ります。でですね、はい、クッキングシート引いてんのはただの手抜きです。皮目を下にして、弱火で焼いていきます。一説によると、焦げない程度に焼けば焼くほどうまいそうです。まあ、この辺はちょっと状況を見ながら、焼いていきます。今日は疲れているんで、気合を入れようと考えて、うなぎを焼いています。なんで疲れているの？ 2023年10月17日、本日、まんだらけ京都店がオープンなんですよ。高島屋の一角ということで、狭いんかなと思ったんですけれども、かなり広い店舗に、人がぎゅうぎゅう詰めにいました。私はこの猫侍っていうドラマの DVD ボックス買いまして、この白猫さんは、アナゴっていう名前なんです。今日いただくのはうなぎですけど。はい、うなぎじりじり焼いています。このしっとり海苔天をちょっと味見してみましょうか。せっかくしっとりって書いてあるんで、もう温めずにこのまんまいただいてみようかなと。あ、おいしい。あ、おいしい。もうこのまんま当てですね。味ちょっと濃いかな。もうこのままご飯のおかずになりそうなぐらい味濃いな。では、ごま焼酎、紅乙女、開けます。はい、いただきます。味だけ見たら、例えば麦焼酎や米焼酎と、ぶっちゃけ私見分けつかないんですけれども、飲み込んだ後に口に残るの、あ、コロッケは、はい。口に返ってくるこの感じが、ごまですよね。
しかもこうかなり濃厚な、まあ紅乙女は有名なお酒ですし、居酒屋さんでもあったりするんで、ちょっと試してみるのも簡単かなと。で、美味しい焼酎なんで、瓶一本買って、外れることはないですよ。うわぁ、これは味きついわぁ、一本飲み切られへんわぁっていう心配はない、美味しい焼酎ですよね。特徴がありますよね。美味しい。ちょっと試しましょうか。うん。この昔ながらのコロッケうまいんですよね。まあ。うなぎを焼いている暇つぶしにちょっと一杯。うなぎのタレを落とした後にうなぎをトースターで焼くってのもありかなと思っています。今うなぎがこんな状況です。では。はい、生姜忘れてました。生姜もいただいてます。かれこれ、もう10分、15分ぐらい、弱火で、プシプシ焼いています。ちょっと味見ましょうか。うん。これで完成にしてもいいなと思っています。あと、こういう市販のうなぎのタレ、これをかけてもいいなとか、最初にタレ流しちゃったんで、うな丼にするときは、タレを追加にするっていうのもありかなと。ただ、今回は、ほんのちょっと、料理酒を入れて、蒸し焼きにします。はい、音で判断して、まあ、そろそろかなと。で、生わさび。はい、チューブ頼ってます。まあ、わさびを用意しまして、1、2の3。あんまりこう、ぶわっと煙が上がらなかった。残念。どうかな、ま、うん、今回はうな丼にせずにもうこのままいただくんで、タレの追加はしなくていいかなと。はい、ではこういうわけで、もう一回話戻しますけど、スーパーのうなぎを買ってきて、どうやって食べてはります？で、レンチンするよりかは、うまい食べ方とは思うんですけどね。ねえ。あ、は、うん。あ、チューブのわさびだけど。あ、うなぎの白焼きって、わさび使いますもんね。美味しいわ。動画見られて、この手間ってどう思われます？まあ、やったことっていうと、最初にタレを流して、弱火でじくじく焼いただけなんで、で、洗い物、このキッチンペーパー使ってるんで、洗い物もそんなに増えないですし、で、
スーパーでうなぎって1尾1000円ぐらいするんですよね。今回2尾2000円ぐらいだったかな。その食材をいただくことを考えると、この手間はありかなーなんて思っています。あ、それと食べ比べとして、やっぱり最後料理酒入れてちょっと蒸し焼きにしたんはやはり、いいなと。蒸し焼きにした時としない時、どっちの方がいい？した方が美味しい。はい、おいしい。このごま乙女っていう、ちょっと癖のあるお酒をいただくにあたって、当てをどうしようかなーって、考えてたんです。まあ結果として、まあご機嫌な夕飯になりましたかね。ではでは、また飲んだくれ動画何か作ります。ご視聴ありがとうございました。